髪を耳にかけた時にこの辺ってちょっともっさりしませんか？こんな時の対処方法があります。皆さんこんにちは、渡辺です。今回はこの髪を耳にかける時あると思うんですけれども、かけた時に結構この辺がもっさりしたりとか、あとかけた髪の毛がこう降りてきて邪魔だったりとか、まあそういった時のね、対処方法をご紹介していきたいと思います。まあこれからの季節ね、結構暑くなってきて耳かける方もいらっしゃると思いますし、お仕事中とかでもね、下を向く方、結構ね、こうポロ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 垂れてくる方とかもいらっしゃると思うので、今日やるテクニックはね、かなり使えるかなと思いますので、よかったら皆さん覚えておいてください。それでは早速動画をどうぞ。では始めていきます。まずね、この耳にかける髪の毛あると思うので、じゃあそこの髪の毛を、大体なんですけど、多分耳よりも前ぐらいの髪の毛かなと思うので、この髪の毛はね、両サイド下ろしておきます。で、残りの後ろの髪の毛を仮で、後ろでね、こういったダッカールで仮で止めておきます。で、止めておいたら、このね、残した髪の毛を、ちょっとこう人形さんで耳にあんまりかかれてないんですけど、こう耳にかけながら後ろに持ってきます。で、この時に、まあ前髪がある方に関しては前髪をこう下ろしておいてもいいと思いますし、前髪がね、ない方はこのまままとめちゃってもいいかなと思います。この辺はお好みでやっていただけたらなと思います。で、この髪の毛を後ろに持ってきて、で、この襟足の部分、で、シリコンゴムで結んでいきます。結構ね、しっかりめに、こう耳にかけながらしっかりめに結ぶと、綺麗にスッキリとします。こんな感じで。横から見たらこんな感じですね。ここで止まってるような感じ。で、全体の髪の毛を下ろして、バランスを整えていくと、ここがね、だいぶすっきりした状態で髪の毛がまとまってくれます。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。まあお人形さんなんでね、ちょっと分かりづらいんですけれども、こうね、開けてみるとかなりここがすっきりとまとまって抜け感があるようなヘアスタイルにもなります。でね、前髪がね、もう長い方に関しては、もう全部まとめちゃって、こんな感じでまとめて後ろで止めてあげると、結構スッキリも見えたりもするので、まあ、お仕事だったりとかね、帽子をかぶる時だったりとかに結構使えるかなと思います。これからの季節ね、こういったテクニックを駆使して、暑さ対策だったりとかね、涼しげに見せていくのもおすすめかなと思いますので、よかったらこの方法を覚えておいてください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。